もしかして泳ぎに来てくれたの？ううん、そんなことないよ。あ、見ててくれるなら私が泳ぐところをチェックしてフォームを確認してくれるかな。うん、気になったところがあれば教えてくれるだけでいいの。伸びなくてすごく気にしていたの。一度あんまり考えないようにしてからフォームの変更をすることにするね。君に言われたらもう一度自然に泳いでみたくなっちゃった。練習に戻っていい？それじゃあまたね。すごく助かった。食堂ですか？せっかくだから一緒に食べませんか？私お弁当持ってきましたし。シャーリーさんたちもどうです？あ、ビバルさんもどうぞ。え、いいの？食べるには多すぎる量なので。うわー、綺麗。これさあ、皆さんもどうぞ。すごい、うまい。すごいよね。これ家具屋さんが作ったわけじゃないよね？え、あ、もちろん私が作りましたわ。お弁当ぐらい自分で作らないと。そうよね、自分のお弁当ぐらい自分で作らないとダメよね。さすが家具屋さん。生徒会のみんなにも作ってあげてよ。え、あ、わかりましたわ。本当？約束よ。
ありがとう。それじゃもう行きますね。お前か。昼間は入れないからな。お前こそどうしたのだ。そうだ、ルルーシュに用意させた。奴がどうやって手に入れたかは本人に聞け。お前には関係ない。さっきまでいたぞ。ナナリンが気になるらしい。ちょっと見てくると言っていた。無用な心配だな。それから私と会ったことはルルーシュには言うな。お前の身のためだ。私の心配よりも自分の身を案じた方がいいぞ。じゃあな。ナナリー様、今日はいつもの紅茶をロイヤルミルクティーにしてみました。いかがですか？美味しいです、さよこさん。ありがとうございます。その声は、こんにちは。今日はとても気分がいいんです。お子さんに日本の言葉を教えてもらっていたんです。近道は遠道って言葉知ってます？普通の道よりも近道の方がかえって遠回りになるって意味なんだそうです。無理に急ごうとしないで、ゆっくり確実に進む方が早いということわざだそうです。それで私もゆっくりですけど頑張ろうって思うんです。だからはい、
私も応援します。あれ？最近人気のあるバンドが路上ライブをやるの。私も友達に引っ張ってこられたんだけど、この人混みでしょ？途中ではぐれちゃって。付き合いで来ただけだったから、あそこに突入していく勇気が出なくなっちゃったの。すごく疲れたけど大丈夫。どこも打ってないけど、ねえ。で、そろそろ話してくれる？忘れてた。もうライブ始まってるだろうから、メール入れて向こうに合流するね。う、怒ってるだろうな。うん、今日はありがとう。すごく助かっちゃった。それじゃあまたね。今日はどうした？了解したぜ。で、何が聞きたい？お前と一番仲がいい人か。ちょっと待ってくれや。オッケー、わかったぜ。お前が今一番仲がいいのはシャーリー。ちょっと意外な結果だな。ま、この情報をどうするかはお前次第だ。頑張れよ。
おお、リバル君の恋愛相談室にようこそ。悩める子羊よ、さあその思いの丈をぶちまけるがよい。うん、よろしい。ではどんなことが聞きたい？仲がいいのは誰かが知りたいんだな。よろしい、しばし待たれよ。うん、わかったぞ。今お前と仲がいいのはシャーリー、会長、ニーナ、この3人が選ばれし者のようだ。とか言ってる場合じゃねえな。お前は会長のお気に入りだったのか。くそーい、人の面倒より自分のことを考えなきゃ。じゃあな。ですね、気がつかなかったです。ええ、ここはいろいろと資料が揃っているので研究はできるんですけど、現物を使っての実験はまだできないんです。今日もそのシミュレーションです。成功すればウランはサクラダイトに匹敵するエネルギーになるかもしれないんですよ。それにいつの時代でも一つのエネルギーに頼りすぎた時の反動は大きいです。できればサクラダイトに何か問題が出た時の次世代エネルギーとして発展させていけたらなって。でも研究自体が楽しいからっていうのもあるんですけど、ありがとう。それじゃ。お前は生徒会に所属しているな。ルルーシュという生徒もいたな。親しいのか？そうか。以前から生徒会にいる生徒はどうだ？みんなルルーシュとは親しい間柄か？結束は強いわけだ。あ、いや、この学園は生徒による自治が進んでいるようだからな。ちょっと興味があったのだ。
なるほど。訳ありのお前にも居心地がいいわけだ。すまん、他意はない。この学園の自由な気風は悪くない。だが学生の本分にのっとり、羽目を外しすぎないようにな。があったのよ。残しとけばって言ったのに、リバルが食べちゃってなくなったところなの。リバルとルルがいたんだけど、先生に呼び出されちゃったの。サボりについてよ。先生に目をつけられちゃってるのよね。ないよ。リバルはともかく、ルルは成績だっていいのに、サボり癖があるのが難点よね。でも、だからといって残ってるお菓子を食べていかなくてもいいと思わない？先生にお説教を食らう前に、何か入れとかないと倒れるとか言って食べちゃったの。あれ、美味しかったから食べさせてあげたかったのにな。じゃあ、せめてお茶入れてあげる。みんながお菓子食べてたのに、何もないんじゃ寂しいでしょ。一緒にお茶飲もう。君と一緒にいるとなんだか落ち着くな。そんなことない。なんていうのかな、気持ちが安らぐというか、癒し系というか。あ、何言ってるのか分かんなくなってきちゃった。でも私はすごくいい人だと思ってるんだ、君のこと。このお茶結構美味しいよね。会長が持ってきたお茶みたい。
私は家の者たちと約束したの。この学校にいる間は問題を起こさないという約束を。気づいているんでしょ？私を守るためにそこら中に護衛が待機しているということに。私を常に危険から守ってくれてます。私はそれだけのことをしても守られるべき重要人物なのです。初日にあなたとぶつかったのは護衛の人から私が逃げ出したから起こったことだったの。普段なら私はあんな体験をすることはないの。本当はない方がいいのかもしれません。シャーリーに言われたじゃない。それでお屋敷で料理をしたいってそう言ったら止められたわ。寄ってたかって危ないですからおやめくださいって。私を何だと思っているのかしら。挙句にろくなことを覚えないと投稿停止の話まで出たわ。まあ結局大丈夫にはなったけど、私は小さい頃から大人たちに囲まれてばかりの毎日を過ごしていたの。でもそれは責任のあることだし、私自身納得してやってきたわ。でもね、ずっとこんな学園生活に憧れていたの。友達と一緒に笑ったり泣いたりスポーツしたり勉強したり映画を見たり買い食いしたり、そんな経験を一度でもいいからやってみたいと思っていたわ。だから家の者たちと約束したの。責務はしっかりと果たします。ただその前に最後に私の願いを聞いてと。そんな感じでこの学園に来たの。だから少しの時間もおろそかにできない大事なものなのよ。あなたに関係のない世界の約束です。そういうことで私はこの学園生活をたっぷりと楽しむことにしています。もちろんあなたに受けた仕打ちは忘れていません。必ずどこかでキャフンと言わせますわよ。無理だと思ってらっしゃるわね。知りませんことよ。そんな認識でいると本当にどうなっても。今日はどうした？了解したぜ。で、何が聞きたい？お前と仲がいいのは誰かか。ちょっと待ってくれよ。オッケー、わかったぜ。お前が今仲がいいのはシャーリー、会長、ニーナ、この三人みたいだな。って、会長、お前のこと。お前と俺は恋のライバルになるかもしれん。でも、俺は絶対負けないからな。